必ず私はあなたを見てるよっていう、うん、それをこう子供に分からす方法っていうのは別に方法っていうかそういうことじゃなくてそういうふうに思ってるっていうことっていう心をもう常に発信してるわけよね。そうで、なんかあの悩みでもあんのぐらい聞いて、うん、ないですか、そうなんかって言ってって、うん、お母さんはね、伊達に来てないからっていう年代が違うって、でもね基本は一緒だよっていうのをやっぱ言うべきだと思うの。お母さんはあんたを自分が産んだっていうね、あれでもう愛してるし可愛かったから、今ずっとそれをあの自分の心に残ってるから。で、あの私がやっぱ高校の時にあの文化祭の時に子供に向けてのメッセージお願いしますっていうのの中に、あの誰々ちゃん生まれてきてありがとうって、お母さんは大好きよっていう風の文章を載せた人がいるの。うん、だから基本はそこだと思うの。だからその心を忘れなければ大丈夫よ。で、言わなければ分かるっていうもんじゃないから、やっぱり発信はしなきゃいけない。私はあなたを気にかけてるよっていうことをね、うん、それが大事だっていうこと。